ゾーニア、アーネット・コンタベイ。And from Australia, ダリア・ガブリノワ。さあ、ということで、改めてお二人、大きな拍手をお願いします。はい、それではまずはですね、お二方に浴衣を着た感想から伺ってみたいと思いますが、ね、はい、どうでしょうか、ガブリノワ選手。I always thought it was uncomfortable, but it's actually pretty comfortable. いや、本当にね、こう、いつも快適な感じですけど、もう本当にね、これ、見た感じも快適ですけど、非常に着た感じもすごい気持ちいいですということでございますが、じゃあ、コンタベイト選手はいかがでございましょうか。I think it makes us look really cute. And it's very comfortable, yeah. とても着心地が良くて、で、素晴らしく可愛く見えてるんじゃないかなと思っています。はい、可愛いですね。はい、可愛い。さあ、今日はこの、浴衣を着て、対決ということになるわけでございますが、ね、改めて、まあ、当然初めてかとは思いますけれども。その意気込み、聞かせていただけますでしょうか。じゃあね、じゃあ、はい、コンタベイト選手お願いします。Just looking forward to get to know what we're gonna do and yes, I'm excited to try something new. はい、新しいことにチャレンジするの楽しみです。とにかくどういうふうにやるのか分かりませんけれども、うまくできればと思っています。はい、ありがとうございます。そしてガブリワ選手。とても気持ちが高まっていますし、2人の間でものすごいバトルが繰り広げられると楽しみにしていただきたいと思います。はい、マジでガチです。はい、ということで、じゃあお二人の注目の対決、これからね、していただきたいというふうに思いますが、ではね、始まる前にちょっとご説明だけさせていただきたいと思います。本日お二方が身にまとっている浴衣サポートをいただいておりますのは、こちらララポート立川立飛1階にございます晩館様ご提供でございます。着物和雑貨アクセサリーのお店である晩館様、まあ、憧れの大島紬から手頃に楽しめるあらゆる着物まで、輝く女性の着物ライフをご提案する、そんなお店です。着物にまつわるお悩みもぜひご相談ください。そして着物を着てみたい方大募集中ということも伺っております。可愛い和雑貨小物も豊富に取り揃えております。無料着付け教室、そして着物を楽しむ会も企画中ですので、お気軽にお立ち寄りくださいということでございます。この後皆様ぜひね、ララポート1階ございます晩館様にも足をお運びください。